はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオ。今週は画面にも出ておりますが、パオパオチャンネルさんについて話をしていきたいと思います。でなんでね、急に他のチャンネルの方の話をしてるかというと、昨日パオ博、あのパオパオチャンネルさん最後の、イベントがあったんですね、幕張メッセで。それの1部と2部両方、見させていただきました。でやっぱりというか、そのパーパーチャンネルさん4年ぐらい5年ぐらい前か、あの Google のイベントでご一緒して、そこからちょっと文慶さんと交流があるというかね、接点を持たせてもらっていて、で1年か2年前にあの文慶さんが書かれた短編の小説みたいな、これたまたまだったんですけど、それの書評みたいなのを書かせていただいたりとか、あとはこの前はあの卒業ソングこの場所からのプロモーションビデオをやっていただいたりとかっていう縁もあってね、今回文慶さんにあのお誘いいただいて見させてもらったんです。でやっぱり大好きなチャンネルなので、ここで一回ね、こう昨日の今日だし見て思ったこととか、まあ、あのネタバレするのもあれなので、まあなんかアーカイブね2部は残ってると思うんですけど、なのでまあご覧いただけてない方もいるからあまり中身は触れないんですけど、見て思った感想、それを自分に置き換えた時の思いっていうのを少しだけ話していきたいなと思っております。よかったら最後までお付き合いください。でまずはですね、イベントとしてはもうめちゃめちゃ楽しかったです。で楽しかったっていうのもそうですけど、やっぱりね、私はもともと踊ってみたからこう知った人間で、もともとはうちのマネージャーに紹介してもらったんですよ。もう結構前ですけど、こういうチャンネルがあってって言って見てハマって、でその時は最初はその2人のやり取り、が面白くて、でも踊ってみたの人なんだ、知らなくて俺そうで見て、でやっぱり好きな曲とかも踊ってらしたからでハマってって、で今回特に2部はね、あの踊ってみたがメインだったから大好きな曲、特に私はやっぱり心なしと三原色の踊ってみたがすごい好きで、それを生で見れたこと、しかも三原色に関しては昨日ね動画投稿されてましたけど、フルバージョンをあの舞台で初披露だったんですよね。で結構こう、まあ、後ろもあとなんだ招待席でいうの、まあ、後ろの方なんですけど、結構普通にもう見える距離だったから見させてもらっていて、で私あの踊ってみたをしてる時のお二人の表情がやっぱすごく好きなんですよね。で特にやっぱあずきさんの心なしの時の表情、実際の踊ってみたのその映像の時もすごい素敵なんですよ。まあ文慶さんもちろん素敵なんですけど、やっぱ昨日のあの心なし舞台で踊ってる時のあずきさんの表情は、なんか私の中ではもうなんかすごい降りてきてるというかね、こう危機迫るはちょっと違うな言葉として、でもなんかすごいこうもうすごかったんですよ私の語彙力なので、そういったものを見てすごく感化されたところもあったし、でやっぱりあのこの前ね、私たちのスクールのイベントやった時もそうなんですけど、大好きな人、自分がね、例えばスクールで言うんだったら元気さんとか匠とか伝願くんとかね、まあ、すみれさんとかしおりさんとかでも皆さん含めてですけど、今回はねそのパワーパワーチャンネルっていうお二人大好きな人が、あすごいこう愛されてるんだなっていうのを感じる瞬間っていうのが、なんか私はすごくそれにうるっときてしまうだなって、ここ最近2個ね自分でイベントやったのとイベント見させてもらって思うんですよね。でなんかコロナもあってそのリアルイベントっていうのができないかったじゃないですか、ずっと。で私もねなんだかんだで100万人行ったら100万人記念イベントやるよってずっと思ってて、50万人の時にさ結構集まっていただいてやらせてもらった時もすごく楽しくて、喜んでもらえたから100万人はもっとね盛大にやろうって思って、でもコロナでできなくって、でそのリアルイベントから離れてしまったからってわけじゃないと思うんですよ。私もともと人前に立つのが、まあ、こんな仕事してるんですけどあまり得意ではなくって、なんか自分なんかってどっか思っちゃってたんですよ、思っちゃってるんですよ、ずっと。自分なんかがっていうのがある。でも自分なんかがって思っちゃってる自分にダメだよなって思っちゃってるんですよ。そうで実はここ最近というか、まあ、長いこと悩んでるってのは違うな、でも課題か自分の中で、応援してくれてる人がいるなのに自分なんてなんていうのはそれは失礼だと、違うぞハイチと思い、でも
やっぱりさ、その学生時代に培われたというか、こう築き上げてしまった考え方、あれやっぱり特に中学の時のさ、その気づけば陰口を叩かれてるみたいなだからどうしても自己否定をしないと自分を保てなかった時代が長かったもんで、そうだから自己なんだ、周りにさ陰口気持ち悪いとかさデブとかさこう聞こえる陰口を言われてる時に、いや俺そんなことないからかっこいいからってはなかなかできなくて、すいませんすいません自分が悪いですいませんっていう風に思うことによってなんか保ててたんですよ、だからそれが癖になっちゃってて、で今でも実はそれがあんま抜けてないんですよね。でも昨日、文系さん見ててダメだなってそれはダメだって、やっぱり一人のクリエイターとしてなんだかんだねクリエイターの端くれだから俺もクリエイターとしてやっぱり人の前に立つ機会をいただいてる身としてちょっと違うよ違うスイッチを入れようよ俺っていう風にすごく思ったんですよね。そうだからなんか私はね踊ることもできないし、ね歌うことも、まあ歌ってみたはあげてますけど別に歌は専門ではないからあれですけど、でもなんか授業っていうさものでしか私はこう自分を表現することができないですけど、でもなんかその授業とか、まあこうね、講演会とかそういう人の接点、ね、皆さんと接点を持てる場面があるから、なんかそこでこう踊ってみたとかさ歌みたいなとこまでの感動を与えられなくてもこの人の話が聞けてよかったとか、あの舞台に立ってる配置の表情とか見れてなんか感化されたなっていうのを、与えられる人間でありたいなって思ったんですよね今更かって感じかもしれないですけど、だからすごくすごくいいものをいただいて帰ってきました。たくさん泣きそうになりましたけどすごく良かったです。最初にも言いましたけどアーカイブね2部かな、1部は残ってないと思うんですけど、1部がねゲストの方がいっぱいいらっしゃってて、アバンティーズ、花尾さん、水溜りボンド、東海オンエア、あと北内のお二人かな、ごめんなんか抜けてたらごめんなさいそうただなんかやりとりとかちょっと楽しいねこう場だったんですけど、2部は特に踊ってみたのが本当メインだったので、2部はねぜひぜひ見てください。たくさん踊ってらっしゃってめちゃめちゃかっこよかったからぜひよろしくお願いします。はい、ということで本日もねここまでご視聴いただいてありがとうございました。また来週ね何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それではまた明日からね1週間、今週は金曜が休みかなんで4日間かな、学校は4日間ね、お互い頑張っていきましょう。それじゃあ皆さんのね今週1週間がまた良き1週間になることを心より願っております。ではまた来週お会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。